4人将棋ファンの皆さん、こんにちは。歩き人です。今日は SDIN 無料ゲームの4人将棋で、この CPU 同士を戦わせてみたいと思います。まあ、CPU にはレベル1、レベル2、レベル3とあるんですけど、どれが強いのかなっていうのは、まあ全部弱いんですけど、弱いながらもどれが一番強いのかなって前から疑問に感じてたんですよ。いや、それはレベル3が一番強いだろうって言われちゃいそうですけど、いやでもそうとも言い切れなくて、4人将棋連盟の中塚さんは、レベル1が一番強いんじゃないかって話してますし、まあ、実際4人将棋連盟の大会では、CPU を使わざるを得ないときは、レベル1を使うのが通例になってるんですね。ただ、でもじゃあレベル1が明らかに強いのかと言われると、あんまり違いはないような気がするんですよね。ですから今日は、自分のパソコンでブラウザを4つ用意しまして、まあ、こんな感じですね。まあ、こんな感じでレベル、たくさんブラウザを用意しまして、これら一つ一つで、CPU 動かして、CPU 同士をね、戦わせてみたいと思います。ちょっと大変複雑なので、うまくいくかわからないんですけど、やってみたいと思います。はい。はい。まず、レベル1が先手になりましたね。いや、ちょっと非常に複雑なんですけれども、はい。レベル2の右側はこういう風に指しましたね。で、こうなると。で、左側の右銀上がりましたか。さあ、こういう風に銀上がったんですね。で、レベル1が、この歩をついた。はあ。そして、ここが、銀上がったんですね。これはいい。これは良くない手でしょう。おっと、そして、この銀を引きましたね。で、それに対して、まあ、銀を引いたんですね。そして、まあ、飛車先の歩を突くんですけど、この歩が取られそうですか？で、ここの銀上がったんですね。この歩取らないのか。で、レベル3も飛車先の歩をつきましたね。そして浮き飛車に行ったんですね。やっぱり CPU らしい奇妙な出だしですけれども、この歩をついたんですね。これは銀がタダになってしまいそうな気がしますが、早速レベル2が、しかしそのレベル2に対してレベル2が銀で直下を出していった。何なんだろうな、この展開は。さあ、レベル3もね、浮き飛車に行きましたね。お、そうですよね。銀がタダ取りですね。早速レベル1が駒得をしたか？で、この歩を取ったんですね。そしてこの銀取るわけではなく、一回銀を上がるんですか？はぁ、あ、はぁはぁ。なんともよくわからない展開ですが。さあ、おっと、ん？レベル3が飛車を戻していった。さあ、レベル1。おっと、もらった銀で攻めていく。なるほど。これは、いや、非常にまともな感じがするのですが、いかがでしょうか。そして、レベル2は銀取られてしまいましたけど、この歩をね、取っていったんですね。はぁ、あ。お、戻るか。戻る。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。そうですか。一回ちょっかい出した銀ですが、戻っていくと。おっと、そこでレベル3。飛車はまた浮いたんですね。そしてレベル1がパクッとね、パクッと普通に銀得として、いや、これレベル1が優勢じゃないぜっていう感じで、歩でちょっかい出していったんですが、そこでまた銀のね、ダンスの銀のような感じで、おっと、これレベル3が金を寄って、上がったが、しかしこれは、おっと、詰んだ詰んだ、なんということでしょう。あっという間にレベル3が詰まされてしまいました。うわぁ、なんちゅうこった。やはりレベル3は弱いんでしょうか。レベル1の方が強いという、4人将棋連盟見解にお墨付きを与えてしまうんでしょうか。私はあまりお墨付きを与えたくなかったんですけど、いやでも公平にね、やっていかなきゃいけないわけですけど、おっと、おぉ、そこで、この、ハイエナのように取りに行くというね、まあ4人将棋でよくある展開なんですけど、それに対してレベル1が、銀をまっすぐ上がって避けたわけですね。
それに対してさらに歩で攻めていったんですが、しかしこれはこの歩が取られて意味がないでしょう。しかしその間に、おっと、レベル2がね、レベル2がこの飛車を回収していく。なるほど。そうですね。で、それに対して、おっと、なんだ？レベル2がこんなところに飛車を回っていったが、これは、歩成りを目指してる？いや、まあ、この歩を伸ばしていこうという狙いなんでしょうか。そしてレベル2は、ここでね、順調に駒を回収していくという、そしてレベル1もね、銀2枚の厚みで、この辺をね、制圧しようという、まあそういうところですね。そして、飛車が回りましたね。飛車が回って、そして銀を取っていきましたか。そして、さらに金を取っていくと。レベル2は、右側のレベル2はこの飛車を動かすだけで、もう刺す手がないんでしょうかね。お、銀を重ね打ちして、この金をね、何としてでも自分のものにしようという、まあそういうことですね。まあ、レベル3詰まされましたけど、レベル3以降の刺し方は、なんというか、まあ、駒取りという感じですかね。そして、これ銀を引いたんですね。これでレベル2も、ここで銀上がってちょっと方向転換ってことですか。しかし次の狙いがないですね、これはね。どうなってるのか。さあ、この歩をついて飛車道を開け、しかしこれ金を先に取ったらよかったんじゃないかと思うんですけどね。金取ってしまって、っていう手もあったんですけど、なんと、またレベル2は、これ、相手のレベル3の駒取りに行けないので諦めてんでしょうかね。これ、歩突き出して、と金作りとか狙えばいいもの。この銀を動かしてるだけでは未来は開けませんからね。そうよ、取らないのか。なんで取らないんだろう。さっさと取ってしまえばいいんですけどね。取ってしまえばいいものをわざわざ飛車なんか寄ってる暇ないんじゃないかと思うんですけど。まあ、そんなことを CPU に言っても仕方がないのがね、そういうものなんですけどね。そしてレベル1がここ、飛車を寄った。はぁ、あ。なんということなんでしょう。どういう意味なんでしょうかね。わっと、ここでレベル2も、どういうわけだか飛車を浮いていく次の狙いは何なんだろう。わかりませんね、これは。そこで飛車で圧力をかけたつもりなんでしょうけど、すでに圧力は十分にかかってるのではないかというね。素朴な疑問は当然、生じるわけですけれども。はぁ、あ。なんということだ。ここで守りを固めていくのか。しかし、これ、右から攻められたときに、ちょっとこれ、王様が、おもう一回飛車を回るのか。なんか随分手損してるような気もしますけどね。レベル1が歩でね、抑え込みに来ましたね。これもなんとなく嫌な手ですね。そしてまた飛車を逃げていくのか。で、飛車を引いた。はぁ、あ。飛車を引いて、ちょっと銀を引いたんですね。はぁ、あ、って感じですね。さあ、ここで飛車を回っていきますね。まあ、この銀が、まあ、銀が取れますよということですか。はぁ、あ。で、そこで銀をここに上がって、こう銀引いて、さあ、それに対して、レベル2はね、飛車を引いて対応します。しかし、これ飛車が穴熊のようになってしまって、これ金打ちで飛車が詰んでしまうような気もしますが、さあ、まあ、そんなことやってる間にこのレベル2が、おっと、ここで悩ましいですね。これは、この銀に当たってますのでね、おっと、しかし、これは、構わず金で飛車を閉じ込めていったか。それに対しても仕方がないので飛車を切っていった。しかしこれはレベル1にとってはなんか忙しい局面かもしれませんよ。この間に銀を取って銀を取ってみたいな感じでね。このレベル2が大暴れする可能性がありますんで。と。あ、飛車寄ったのか。これ飛車なんか寄らずに、さっさとこの銀取っちゃえばよかったのにね。取ってしまえばレベル1は、飛車を取るしかないので、まあ、さらにレベル2がね、この銀まで取って、この辺の駒は全部一掃できたんですよ。なんでわざわざ、優しいですね、これね。ああ。いや、こっちに噛みつくのか。
いやー、ここでね、左側に噛みついたみたいですけど、これは悪手でしょうね。今、せっかくこのレベル2がね、この辺のコマを取りに行ってくれてるんだから、ここで、左側のレベル2はさ、これレベル2二ついるんですよ。レベル2同士じゃ、ここは仲良くしとかないと、これレベル1に勝てないですからね。ちょっとここで噛みついてしまうのは、いかがなものかと思うんですが、どうですかね。ああ、歩でね。で、銀を引いたわけですか。そして、ここの歩をついたんですね。なんか効いてるんだか効いてないんだかよくわかんないですね。まあ、そんなことやってる間に CPU レベル1に銀を逃げられて、あ、でもこの銀が浮いてるのか。で、ここで飛車を打って、ほらほら、ほら、刺激をするから攻められるんですよ。これ刺激しない方が良かったんですよ。今やっぱりさ、レベル2にとってさ、この右側のレベル1が脅威になってんだからさ、こっちに噛みつく必要ないでしょっていうね、話なんですけどね。ああ、銀引いて受けんの。なんか危なっかしい受け方するね。てかこれ初王手か？今回の対局の、ここに金打っちゃうの？なんだこの手は意味がわからない。はあ、そこでこの歩ですか。なんとも言えない手ですね。せっかくだからここは、4四歩とかね、ちょっと意地悪くこの銀取りにした方が良かったんじゃないかな。せっかくこのレベル1の銀が当たってる時なんで、ちょっとかき乱しに行った方が良かったんじゃないかと思いますけど、随分おとなしい手を指しましたね。これ普通に取られて、で、それに対して、はあ、さらに歩で追い打ちですか。おっと、ようやくこの歩をついてきましたね。しかしこのタイミング、でもなんか複雑な局面になって4人将棋らしくなってきたかな。この歩をついて、で、そこで、おっと、この飛車取りを放置して、この飛車を走っていくというのは謎の手ですか。おっと、なんだこの手は。あ、まあ、逃げながら銀当たりですか。はあ、もう飛車取っちゃってもよかったんじゃないかと思うんですけど。わかんないですね。そこでここに金打ちとは、なんか狙ってる、なんかすごく 筋が悪いとしか言いようがないですね、これはね。まあ、しかし飛車2つ当たってたので、まあ、この飛車を助けていったわけですか。で、と金作られてしまったと。で、銀を上がるんですね。まあ、やっぱりこうしてみると、CPU レベル1がリードしてますね。なんだかんだで、まあ、おかしな手も多いですけど、でもまあ、で、銀を取って飛車回ったと。で、この歩をついていくんですね。なんか、手のない時は歩をつけっていう、なんかそういう格言があるのかわかりませんけど、もうこれ CPU レベル2これ、もうジリビンですね、これね。ダメですね。さあ、ここで、あー、歩で、この金取り。だからさ、レベル2同士で争っちゃってんですよ。ねえ、レベル2同士仲良くすればいいものをさ、レベル2同士で争っていてはね、レベル1には勝てないですよね。ああ、金寄ったのか。これは詰まされても文句がいい。あ、まあ、罪はないか。罪はないかもしれないけど、これはレベル2詰まされるんじゃないのか？左側のレベル2によって詰まされるんじゃないかと。あ、しかし詰まさないで玉上がったんですね。おっと、しかし容赦なく飛車打ち込んで、これ両方とも狙ってるんですね。金上がるの？こんなとこに金上がってどうするというのか。ここはもう死ぬ気で7七金と取っていくしかなかったんじゃないでしょうか。そうすればダブル直撃ですからね。ここは金上がっても銀打ちとかで攻められちゃうので、あんまり意味がないような気もしますけど、どうするんでしょうか、こっちは。さし、あ、やはり銀打ちましたね。そうですね。これが銀打ちたいとこですよね。なんだその手は。なんとこっちに逃げるみたいですね。これは詰まされるんじゃないのかな。これは詰まされても。おっと！銀打ちで詰まされてしまいましたね。コンピューターのみになったので中断ですか。で、この先はできませんので、残念ではありますけど、この時点で記録していきたいと思います。ご覧のように、
第1局は1位が CPU レベル1とレベル2になりました。でお互いに 1人ずつ詰ましたわけですね。でレベル2が詰まされて、レベル3も詰まされてという形です。ですから第1局だけを見るとレベル1が強そうですね。レベル2はまあ2人いますけど、まあ一方は詰まされてるわけですから。でレベル3はあっさりとね詰まされましたので、まあもうちょっとねやってみないとわからないですけどね。それでは第2局にもご期待ください。